皆さん、こんにちは。東洋経済の田宮宏之です。ここからですね、魅力ある日本企業を探索しよう。初心者でもわかる企業分析術。会社指標からということで、今回第2部ということになります。第2部は企業研究講座編です。どうやって個別企業を調べていこうかと。その調べ方についてお話をしたいというふうに思います。で自己紹介は第1部でし,ましたので、飛ばしまして、 まず、会社指揮法ですね。あの、企業研究法というふうに言いましたけども、あの、第2話はですね、会社指揮法の読み方についてお話をしていきたいと思います。よくあの、投資関連のね、本などを見るとですね、会社指揮を読めましょうと書いてありますけども、いざ会社指揮を読むというと、となるとですね、かなりめんどくさいですよね。ごちゃごちゃしてます。その、ごちゃごちゃしている指揮法の読み方について、今日はお話をしていきたいと思います。 でまず会社指標というのはどんなものなのか簡単に説明しますと1936年の創刊ですからもうかなりね古いですね歴史的に言いますと226事件があった年に創刊ということになりますそれで内容を一言で言えば上場企業のデータブックということでありましてまあ日本に上場している企業ですね全て載っていますで内容はどういうものかって言いますとまあ え、業績や、え、財務内容ですね。業績とか財務内容が掲載されていると。で、年に4回発行されますので、四季報というふうに呼ばれています。3月、6月、9月、12月の年に4回発売されるということになっております。で、えー、じゃあ早速ですけどね、会社四季法を見ていただきたいと思います。え、これは会社四季法のコピーですね。えー、まあ、非常にもう、 情報がぎっちり詰まっております。ぎっちり詰まっておりますので、えー、株式投資ね、やるにあたって、こんなものを読まなきゃいけないのかと、ちょっとうんざりするかもしれません。うんざりするかもしれないんですけれども、はい。まずは5箇所見ればいいです。まずは5箇所見て、えー、指揮法に親しんでください。じゃあ、ここからね、5箇所について説明をしていきます。はい。えー、まず5箇所ですけれども、 チェックポイント5つのうちのまず1つ目。この赤で囲ったうちの左側のこの売上高。これがチェックポイントの1つ目ということになります。で、この売上高について説明する前に、この下のですね、この数字のところについて、見方について説明をしたいと思います。ここに数字ずらずら並んでおりますが、これは業績です。業績。まあ、企業分析するわけですからね、業績見るのはまあ当たり前だと思います。 でこの見方なんですけども、ここに業績と書いてあります。ここに、連19.2と書いてありますね。一番上。連19.2。これはどういう意味かっていうと、連結の2019年の2月期という意味です。じゃあ、連結って何でしょうかと。まあ、簡単に一言で言ってしまえば、グループということですね。えー、会社式をに乗るような会社、だいたい子会社も持っておりますので、子会社も含めて、業績がどうなのかってことが、 右の方にずらずら数字が書いてあるよということになります。で、ここは2019年2月期と。あの、館長とかえ学校は3月で決算期が区切れますけれども、えー、小売業の場合ですね。ABC マートのような小売業の場合は2月で決算期が区切れるということがよくあります。ですので、連19.2。ちょっとま、ちょっとね、くどいかもしれませんが、もう一回説明しますと、グループ全体で2018年の3月から、 2019年の2月まで。この1年間で売上や利益がどうなのかってことが、この右の方に書いてあるんだよということになります。で、売上高に戻りますが、売上高のところに何て書いてあるか。266703と書いてあります。これはいくらという意味かっていうと、単位が100万円ですので、これはいくらかというと、2667億飛んで300万円と、こういった意味です。で、ここから言うことが重要なんですが、 この売上高がですね、下に行くに従って増えていく会社。売上高が年が経つにつれて増えていく会社。これがいい会社です。えこれは逆のことを考えれば分かりやすいんですけども、売上が減少していくということは、企業規模が縮小していくということ。企業規模が縮小していくということは、これ衰退していくということですので、これは就職するにしてもですね、投資するにしても適した会社とは言えないというふうに思います。 なので少しずつでもいいですから、売上が伸びていく会社。こういった会社をね、選ぶようにしてください。え、業績を見るときはですね、トレンドで見ていただきたいと思います。売上高と営業利益ですね、このトレンドで見ていただきたい。なぜかと言いますと、世の中はたまにとんでもないことがあります。え、大地震があったりとかですね、え、あるいは、え、コロナが、え、このように流行するというようなこともありますし、え、それからあの、アメリカやですね、ヨーロッパで経済危機があって、 それに日本企業は巻き込まれて業績が悪化させるということがあります。ですからたまにですね、売上高が前の年よりも減ってしまうですとか、あるいは営業利益が前の年よりも減る、あるいは赤字になってしまうと。これは仕方がないことです。ですので、トレンドで見てください。トレンドで見て、売上や営業利益が伸びていく会社。これがいい会社ということになります。それから、2番目、チェックボード2番目、これは営業利益です。 利益と言いましても、その隣に経常利益ですとか自由利益と、利益にも3種類あって、それぞれ数字が違うので、どれを見ればいいのかと思う方いると思います。もちろんどれも重要なんですけども、まずは営業利益に注目をしてください。まずは営業利益。じゃあなんでまずはね、営業利益に注目をするかっていうと、営業利益というのは、本業で儲けた利益だからです。本業で儲けた利益というのが、その企業の本当の力を表します。 あの、経常利益とは純利益の中にはですね、本業以外で儲けた利益、あるいは本業以外で被った損失、こういったものも入ってます。なので、まあ、後で見るんですけども、まあ、とりあえずはちょっと脇に置いときまして、何と言っても営業利益を見るようにしてください。ですから、ABC マート、靴を売ってる会社ですね。靴を売ってどれだけの利益があったのかってことが、この営業利益のところに書いてあります。で、えー、連結の2019年2月期の営業利益、43929と書いてあります。 439億2900万円。439億2900万円ということです。で、この利益もですね、下に行くに従って、年が経つにつれて増えていく会社。これがいい会社です。え、売上高の増加に伴って営業利益も増えていく会社。こういった会社をね、選ぶようにしてください。え、民間企業の最大の目的は利益を上げることなので、あの、売上が伸びたとしてもですね、 え、利益が減ってしまっているということでは意味がありません。例えば、あの、たくさん費用をかけてですね、例えば ABC マウントのような会社でしたら、あの、たくさんテレビ CM をやるだとか、販売員をたくさん雇うとか、そうやって費用をたくさんかけることによって無理して売り上げを伸ばしても、営業利益がマインド年よりも減ってしまったりだとか、あるいは赤字になってしまったりとか、そういったことでは意味がありません。 では、チェックポイントの3、三つ目、4つ目いきたいと思うんですが、今度はこっちですね。社名の下で、ちょっとあの、レジュメをめくりまして、こ札幌ホールディングスっていうですね、ビルの会社で説明をしますが、ここを見てください。ここに左側年齢が書いてあります。そして右側は金額が書いてある。この年齢がチェックポイントの3つ目で、この金額の方がチェックポイントの4つ目です。 これは何を意味しているかっていうと、この会社の平均年齢です。平均年齢と平均年収が書いてあります。えー、就職するにあたってですね、えー、学生さんなどはよくあのー、年収なんかをね、意識してみますと思いますけど、ここを見ればね、一発でよくわかります。それから、えー、年収というのはやっぱりその企業の経営が上手なのか、そうでないのか、これを表すね、指標にもなります。 経営が上手だと利益をたくさん稼ぐことができる。利益をたくさん稼ぐことができれば、従業員にたくさん給料を払うことができるわけですね。経営が上手じゃないと利益をあまりたくさん稼ぐことができないから、従業員にたくさん利益を支給することができないということになります。それで、この金額ですね。年収が多いのか少ないのか。これを判断するにはどうしたらいいかというと、一社だけ見るのではなくて、 同業他社、同じ業界の中の違う会社と比べるようにしてください。ですから、札幌ホールディングス、867万円多いなあとか少ないなとか、これだけを見て判断するのではなくて、他のビール会社と比べて、この867万という数字が大きいのか小さいのか判断するというふうにしてください。でなぜ同業他社というふうに言ったかっていうと、えー、業界によってですね、あの、年収ってものすごく違うんですね。年収のレベルがものすごく違います。 で、ちょっとここで指標から離れて説明しますと、あの、東洋経済ではですね、あの、業界ごとの年収というものも、あの、調べています。それによりますと、一番年収は高い業界っていうのは総合商社なんですね。総合商社、40歳の時に1,531万円です。40歳で1,531万円。反対に一番年収が低い業界っていうのは介護の業界でありまして、介護は40歳で457万円です。 両方とも40歳なんだけど、3倍ぐらい違う。業界によってものすごく違うから、同業他社同士で比べるようにしてください。で、じゃあ同業他社ってことで、はい。アサヒグループホールディングス。まあ、アサヒビールの会社ですね。簡単に言うとアサヒビールの会社。はいくら、どうなってるかっていうと、年齢が、平均年齢41.3歳で、年収が1229万円です。 これを比べてみるとどういうことが言えるかっていうと、朝日の方が年齢が5.5歳低いですね。平均年齢が低い。だけど金額は、えー、362万円高いですね。朝日の方が年齢が低いにもかかわらず金額が高いんですから。ということは年収だけを見れば、札幌よりも朝日の方がまあ優れてると。いい会社ということになります。で、えー、要するに、そう、 ま、経営もね、おそらく朝日の方が上手なんではないかなと。こんなことが想像できるということであります。え、それから、えー、じゃあ4番目まで説明しましたので、じゃあ5番目ですが、今度はこれ自己資本比率というところね、ここ見ていただきたいと思います。これ会計用語ですので、えー、こういった言葉が出てくると、いきなりちょっと難しいな、めんどくさいなというふうに思う方いるかと思います。で、自己資本比率については、えー、 決算書類の貸借対象表というのがありまして、その見方について説明すれば、えー、こういったね、会計用語について詳しくない方も分かってくれると思いますが、えー、決算書類の見方をここで説明すると長くなりますから、今日は簡単にさっと説明したいと思います。自己資本比率というのは、原則的に数字が大きい方がいいですで。数字が大きいというのはどういったことを意味するかというと、えー、借金が少ない。 借金、あまり借金に依存しないで経営ができているということを意味します。で、ここでね、ちょっとあの、もやもやって人、思った人いるかと思います。今、数字大きい方がいいと言いました。じゃあ、どれぐらい大きければいいのかということなんですが、これはですね、絶対的に基準はないんです。これも同業他社で比べてください。同じ業界の中の違う企業と比べて判断すると。 で、あの自己資本比率もですね、業界によってものすごく差がありまして、えー、自己資本比率の高い業界というのは、テレビ局なんか高いんですね。えー、テレビ局は70%超えてます。製薬会社なんか60%くらいあります。反対に自己資本比率の低い業界っていうのはどういう業界かっていうと、メガバンクですね。金融は低いんですよ。メガバンクは5%割ってます。業界によってものすごく違うので、同じ業界の中の違う企業と比べて判断するようにしてください。 で、朝日が43.0%で、札幌が26.1%。やっぱりね、朝日の方が自己支援比率高い。ということで、えー、こちらの方は、あまり借金に依存しないで、朝日の方は経営できていると、まあ。こんなことが言えます。で、えー、とりあえずで、ね、5箇所説明をしました。これによってですね、あの、少なくても、あの、今までですね、無味乾燥に見えていた会社宿を、多少は、 あの、親しみが持てるようになったんじゃないかなというふうに思います。とりあえずまず5箇所を見てください。いつも見てるとね、他のところも見たくなりますので、そうしたら他のところも見ればいいですね。そうすることによって皆さんのまあ企業研究、非常に含まっていくというふうに思います。では、5箇所と言いましたが、さらにここからちょっと進めたいと思いますけれども、えー、業績予想には2種類あると。で、東洋経済予想 vs 会社予想と。 で、これはどういうことかって言いますと、これはちょっとまた全然違う会社、アルファっていう会社がありまして、え、これは点、あのポ、ポップを作った、あの、広告ですね。えー、あの、コンビニだとかスーパーとか商店なんかに行くと、ポップ広告ってありますけども、あの、ポップの広告をですね、作った、企画したり、まあ、作ったりしている会社です。で、えー、このアルファという会社をちょっと例に取り上げたいんですが、連結の2 0 24年8月期の予想がですね、えー、63億円になってます。で、営業利益2億円、えー、経常利益1億9千万円、純利益2億円と、こういうふうになってるんですね。で、下にもう一つやっぱり24.84って書いてあって、2024年の8月期の予想数字、ここにも書いてあります。この数字は上の数字に比べて随分小さいですよね。 これはどういうことかって言いますと、ここに、会2024年8月期予想って書いてありまして、これはアルファが発表している業績の予想数字です。アルファさん自体がうちはこれぐらいになりますよという予想数字を、ここにありますように、2023年の12月19日に発表しているんです。で、この赤に囲ってある方は、これはどういう数字かというと、これは東洋経済の予想数字です。 東洋経済というのはですね、え、指標をつくにあたって担当記者が一社一社ちゃんと取材をしてます。で、え、アルファを担当、の取材を担当している記者がアルファを取材したら、いや、会社が発表している数字よりももっと大きくなるだろうと判断したんですね。まあ、ポップ広告の売れ行きだとか、世の中全体の景気とか、そういったことを考えると、東洋経済としては売り上げが63億円になるだろうと。 アルファは58億3000万円と言ってるけども、えー、アルファ、東洋経済としては63億円になるだろう。えそれから営業利益について言いますと、アルファは5000万円というふうに発表してますが、東洋経済の記者が取材した感じでは、いやいや、2億円ぐらいいくだろうと。こういったことになってる。で、予想数字が2つあるんですね。で、これもどちらを見たらいいのかと迷うと思いますが、えこれはね、東洋経済の方を信用してください。 え、東ヨ経済の方をですね、注目していただきたいと思います。なぜかっていうと、やっぱり、企業はですね、予想数字発表するにあたって、まあ、いろんなところね、いろいろ配慮するんですね。銀行さんに向けてどうしようかとか、ライバル企業とか意識して、ちょっと数字を作るというところあります。それから、えー、会社の予想数字と東洋経済の予想数字。これどちらがですね、中長期的に味で当たるかということを、まあ、調べた大学の教授がいまして、それに言うと、それによりますと、 東洋経済の数字の方が当たってるんですよ。なので、もちろん会社の数字を参考にすることも重要ですけども、それプラス、やっぱり東洋経済の数字、さらに注目するというふうにね、していただきたいというふうに思います。それから、ここに独自増額と、文章の独自増額と、ここに出てますけども、これは東洋経済が会社の数字に対して独自に増額したということです。東洋経済の数字は大きいですからね。で、な、 この逆のケースもあります。会社がいい数字発表してるんだけど、トヨケ済タ取材したら、いや、そんなに数字いかないだろうと。そんなに売上伸びないだろうという場合は、独自に減額して、会社が発表しているよりも小さい数字を乗っけると。そういう時は、ここに独自減額と書いてあります。タイトルのところに独自増額とか、独自減額と書いてあるケースがありますので、そういったところはね、非常に注意をしていただきたいというふうに思います。 はい。え、それからあと、え、さっきも ABC マートを出しましたが、ここに、レンと書いてありますね。先ほど私、レンというのは、グループだよっていうふうに簡単に説明をしました。で、札幌ホールディングス、これさっきも札幌を出しましたけども、ひし形マークになってますよね。これ何なのかなと、ちょっと気になった方がいるんじゃないかなというふうに思います。え、これはですね、実は、 会計のルールが違うんですね。決算をまとめるときのルールが違うということになります。連というのは日本式の会計ルールで決算種類をまとめたということです。これ、ひし形マークは IFARS とか、あるいは、e、IFARS とかって言いますけれども、国際財務報告ルールということで、国際的な基準でルルあの決算種類をまとめたということになります。おそらく、あと何年かすればですね、このみんなこのひし形マークに変わると思いますが、 今は、この、レンという印と、ひし形のし印、これは両方混在するという形になっています。で、えー、投資の初心者の方、あるいは就職を意識している方っていうのは、これの違いは特に意識する必要ありません。あの、厳密に言うとですね、この iFAS の場合は、あの、M&A した時のですね、この、処理の仕方が違うとか、まあ、いろいろあるんですけども、えー、投資の初心者とか、就職の 方というのは、これはあまり意識する必要はありません。えー、ただ、ちょっとね、なんか違うマークがついてるなと、もやもやっとした人がいるかもしれませんので、一応説明をしておきました。えー、では、ここでですね、今までずっと一方的に説明をしてきましたので、えー、ちょっとね、皆さん、ワークをしていただきたいと思います。作業をしていただきたいと思います。えー、皆さんね、あの、電卓持ってると思いますので、まあ、スマホについては電卓でもいいですし、 電卓そのものでも構いませんので、ちょっとね、準備をしていただきたいと思います。それでは何をするかっていうと、営業利益率を計算するんですね。営業利益率を計算する。営業利益率を計算することで、ライバル企業の経営効率を比較してみたいと思います。で営業利益率というのは、営業利益割る売上高で出ます。ですから、まあ単純に言いますと、売上高100億円の企業で、もし営業利益が 20億円だったら営業利益率20と、まあ、こんなうに計算しますね。ただこういうあの単純な数字ではなくて実際の指標に乗っかっている数字これをもとに計算をしていただきたいと思います。札幌ですけれども札幌の今回はこの22年12月期の数字これを見ていただきたいと思います。札幌ホールディングスの22年12月期の売上高ここにありますように4,784億2,200万円。 営業利益が101億6百万円ですね。これで割り算すると営業利益率が出ます。で、アサの方はこれですね。朝日ヒねちょっと金額大きいんですね。2兆511億8百万円。営業利益は2170億4800万円です。これで割り算をすると営業利益率が出ます。で、ちょっといろいろ言いましたんで、ちょっとこれ数式にしますと。 しますとこんな感じです。あの、ま、何千万とか何百万、ちょっと小さい桁なので、省略しましたが、札幌ホールディングスはこの計算で営業利益率が出ます。朝日はこの計算で営業利益率が出ています。で、えー、セか。えか。札幌が2.1%、朝日は8.6%ということになります。そして営業利益率が高いということは、効率的な系ができているということですね。 あまり無駄をせずに効率的に上手な経営ができているということになります。で、これでちょっと思い出してほしいんですが、先ほど年収見ましたね。札幌と朝日で。そうしたときに朝日の方が年収が高かったです。それから地方資本比率も朝日の方が高かった。それで営業利益率も朝日の方が高い。ですね。これは業界の中でのこの2社の関連がこの数字に出ていると思います。 ビール業界の、朝日、はビール業界のナンバーワンですね。あの、いつもキリンと朝日トップ争いをしています。で、札幌は4番手ですね。やっぱ1番手と4番手の差というものが収入、自己資本比率、営業利益率に出ているということになります。なので、あの、こういったね、企業を比べる場合、イメージだけじゃなくてちゃんとデータで判断する。一自分で調べてみるということが重要かというふうに思います。 それではその次。この企業の主力事業は何かこの企業にとって最も重要な事業は何かということでお話をします。あの、企業ですね、何やってるかわかんない場合ありますよね。いろんな、それからいろろな事業がやっていて、その事業、どれが重要なのかよくわからないというケースあるかというふうに思います。大きな企業ね、いろんなことやってるんで、なかなかわかりづらい。で、えー その企業にとって重要な事業は何なのかというのをですね、見るにはどうしたらいいのかということで、ここからお話をしていきます。で、今回例に出すのは、京王電鉄ですね。大手の施設です。で、ここに、連結事業と書いてあるところですね。ここに赤でここと言いました。連結事業。ここを見るとですね、この会社がどんな事業を行っているのか、そしてそのどの事業が重要なのかということがわかります。 で、まず、運輸業32って書いてありますね。何か。これは、運輸ですから、まあ、鉄道とバスですね。京王電鉄ですが鉄道とバス。鉄道とバスによる売上が32%。どういうことかというと、この、2023年3月期の売上高が、えー、3471億3300万円ありますけれども、そのうちの32%は、 鉄道やバス事業で稼いだんだよということになります。だから3分の1ぐらいは鉄道やバスなんですね。で、その次、流通業。これは、デパートですとか、京王百貨店でありますよね。それから、食品スーパーなんかもやってますよね。全売り上げたうちの29%はそういった、まあ、いわゆる小売業で稼いでるんだということになります。それから、不動産業14って書いてあります。 まあ、京王電鉄、たくさんね、土地も持ってる、ビルも持ってる、いろいろ貸したりとかしてるし、あるいは、不動産仲介なんかもやってます。そういった事業が全売上高のもちろん14%ありますよ。それから、レジャーサービス。京王電鉄は、あの、ホテルもなんか持ってますよね。ホテル持ってるし、それからゴルフ場なんかも持ってるし、レストランなんかも持ってる。そういったもので売上が、そういったものの売上が全売上高、 かと、もちろん14%ということになります。だと、このカッコありますよ、ね。カッコ。カッコ4とかね。ここにはカッコ23と書いてある。これは何かっていうと、部門ごとの営業利益率です。さっき営業利益率計算しましたけども、えー、部門ごとの営業利益率が入ってるんですね。だから、運営業の場合4%。あまり再三良くないですね。それから、流通も4%。あまり再三良くない。 不動産23%。不動産って利益率高いんですね。えー、効率がいい。レジャーは黒三角赤字です。なのでこれをどういうふうなことか、ちょっと数式にここに表したらものがこれでありまして、京王電鉄の運輸業で、というのは、全売上高の32%で1110億円売上あります。運輸では。 で、1110億円のうちの4%が利益ですから、44億円です。運輸業で稼いだ営業利益は44億円。流通業で稼いだ営業利益は40億円。不動産で稼いだ営業利益は111億円。となると、で、あの、レジャーの方はですね、ちょっと黒赤字なんでちょっと省略します。で、この3つ見たらどういうことを言えるか。京王電鉄で一番重要なのは不動産ではないかと。 こんなことが言えます。もちろんね、運輸とか流通が重要でないとは言いませんけども、非常に重要なのは不動産です。なので、京王電鉄の業績を見る場合、どうしてもね、電鉄の方に目が行ってしまいますけども、不動産がどうなのかということ。これをね、チェックするのを忘れないでいただきたいというふうに思います。それからもう一つ。ここにですね、これ今度、キッコーマン。誰でも知ってるおし油の会社ですね。 ここに、海外っていう項目があるんですよ。これは何、何を意味するか。海外にある視点の数じゃないですよ。これは何かっていうと、海外売上比率というものです。全売上高のうちの75%が海外向けってことです。もっと詳しく言いますと、ここに23年3月期に6188億9900万円。売上高がありますが、そのうちの75%は海外向けだったってことです。 キッコーマンという所有の会社、日本国内だけでビジネスやってるのイメージありますよね。もちろん、あの、海外に日本食レストランあるから、海外にちょっと売ってるかもしれないけど、基本メインは国内だろうと。国内産業というイメージが強いんですけども、そうじゃないですよ。グローバル企業です。海外75%ですから。だから、で、実際はですね、えー、主に海外とすてもアメリカなんですね。だから、キッコーマンの業績を見る、将来性を考える場合は、 アメリカの景気がどうなっているのか。これは重要になります。ただ単にイメージで、あキッコーマン、醤油、国内産業というふうに考えていると間違えることになります。なので、この海外売上比率ね。ここのところ見てください。京王電鉄の場合は、あれは国内産業の国、あの、企業なので、海外という項目がありませんが、えー、他のね、えー、企業の場合、この海外という項目がありますので、 ぜひ、ね、ここのところを見るようにしていただきたいというふうに思います、えー、それでは最後にですねここに会社指標もう非常に分厚いですね辞書みたいな本ですけども、えー、基本的に個別企業の情報が載ってますがその前の方と後ろの方に、えー、たくいろんな表が載ってます。 その表もですね、企業分析に役立ちますので、ぜひ活用してください。それで数ある表の中で、特に私が見てほしいのは、この企業の継続性にリスクがある会社一覧という表です。で、周りくどいんですけども、タイトルですけども、簡単に言うとどういうことか。倒産の可能性が高い会社一覧ということになります。で、コインの表に載ってる会社というのはどういう会社かというと、借金がものすごく多いところですね。 それから売り上げが非常に減っている会社。企業によってはですね、数年間で企業売上が半分ぐらいになっているというような会社もあります。それからあといろんな、ね、不祥事をいろいろ起こしている会社とか、そういった会社がこの表に載ってますので、この表に載っている会社っていうのは投資だとか、就職には適さないというふうなことが言えるのではないかというふうに思います。それで、この表ですけれども、毎 最新の会社指標のこの表をチェックするようにしてください。なぜかというと、この表に載っている会社というのは、倒産の可能性が高いわけですよね。だから、次の号が出るまでの間に倒産してしまう可能性がある。すると、次の号には載りません。それから、この辺に今載っていてもですね、経営改革うまくいって有料企業に変われば、この表から出ていきます。それから、 ま、経営の悪い会社がですね、新しくこの辺に乗ってくるということもありますので、迷子を迷子、この表に乗ってくる顔ぶれ変わりますので、あくまでも最新の表を見て、判断するようにしていただきたいというふうに思います。それで、この表でありますけれども、あくまでも最新のこの表を見てですね、判断するというふうにしていただきたいというふうに思います。ということでですね、ここまでいろいろと説明してみましたけれども、 会社指標はいろんなデータ載ってましてそのデータを分析することによってその企業の本当の姿が出てきますのでぜひ会社指標を、ね、活用して皆さんの投資ですとかあるいは就職に役立てていただきたいというふうに思います。りしたいと思いますごご聴ありがとうございました